さあそれではですね、ここで、今回相棒のお二方とスペシャルゲストの澤さん、それぞれがプレゼントをお互いに用意していただいたということで、これからプレゼントの交換を行いたいと思います。まずはですね、相棒のお二人から、この5月14日アジアカップに向けて、応援の意味を込めてのプレゼントです。サッカーボールに、水谷さんと成宮さんのサインを書いていただきました。それではまず相棒のお二人から澤さんへのプレゼントです。なんと相棒スペシャルボールですね、これ。はい、ありがとうございます。さあ、これをですね、お守り代わりというのはちょっと大きいんですけれども、ぜひ、皆さんで、これを持ってですね、この予選勝ち上がっていただきたいと思います。さあそしてですね、今度は、澤さんから、相棒のお二人に、水谷さんと成宮さんに、プレゼントなんですが、これ、女子日本代表なでしこジャパンのユニフォームなんですけれども、ちょっと背中を見せてください。右京、まず、右京さんに、そしてトール、背番号、ね、水谷さんが4番、そして成宮さんが26番と、この番号はなんでこの番号なんですかね。ナイスフォローでした、ナイス相棒でした。ということで4月の26日、ね、公開に向けてこの背番号、プレゼントしていただきました。これ本物ですからね。しかもあのワールドカップでチャンピオンになった証のその胸のトロフィーのマークっていうのも入ってますんでね、そうなんですよ。あ、本当だ。そうなんです。それ本当だ。それ星1個ついてるんですけど、あのワールドカップチャンピオンの星っていうのは、だから勝った国じゃないとその星をつけちゃいけないんです。でも多分そのワッペンは4年間しかつけれないと思います。ああ、そうなんですね。では使えない。もうすごい大変貴重なユニフォームですので、ぜひお二人このユニフォームを着て、応援をしていただければ。あ、はい、これで4年経ったらもう剥がさなきゃいけないんですか。多分そうだったと思います。僕たちはじゃあ剥がさなくてもいいですね。つけといてください。つけといて。ありがとうございます。嬉しいや、はい。それではですね、相棒のお二方からは、アジアカップの、突破に向けてと、そして、澤さんからはですね、相棒のこのヒットを祈願してということで、お互いにこのここでエールの交換をしていただきたいと思うんですけれども、それではまず澤さんからこの相棒ヒットに向けて一言お願いします。はい、相棒、劇場版3を、私自身も、見させていただいたんですけれど、いろんな意味でこうドキドキしながら、見させていただいたので、ぜひ皆さんこの後試写会、楽しんでください。また相棒楽しみにしてます。ありがとうございます。さあそれでは、成宮さん、水谷さんからも澤さん一言お願いします。じゃあまず成宮さんお願いします。いや、本日はもうシーズン中にもかかわらずお越しいただいて本当にありがとうございます。日本国民としての一人として本当に応援してます。頑張ってください。じゃあ水谷さんからもお願いします。今年はアジアカップ、そして来年がカナダですか、ワールドカップは。ふと思うんですけれどもね、その澤さんのいないなでしこジャパンは、匿名係のいない相棒みたいなものかなと。うわ、言って恥ずかしがってる。いやこれね、いや僕ね、誰か言ってくれたらいいなと思ってたんですけど、ここまで誰もおっしゃらないんでね、自分から言うしかないなと思ってたんですけれども、しかしその澤さんを、もう澤さん澤さん澤さんです。そして澤さんをはじめ、もう皆様もうとにかく期待してますし、はい、楽しい試合をしてほしいと思ってます。はい、ありがとうございました。
さあそれでは、これからフォトセッションに移らせていただきたいと思いますので、準備が整いますのでちょっとお待ちください。一言お願いします。はい、5月に、ベトナムでアジアカップが開催されます。ワールドカップ予選、本当に大事な大会になりますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。はい、応援も相棒とぜひお願いしたいと思いますね。相棒もぜひお願いします。さあ、それでは、成宮さん、最後に一言お願いします。はい、相棒劇場版3、4月26日に、とうとう公開します。さらに大きな敵に、そしてさらに大きな問題に僕たち相棒2人は走り続けます。ぜひ、今日は最後まで楽しんでいてください。そして、ぜひ、面白いなと思ったらですね、みんなと話題にしていただき、友達20人に増えてますね増やしましたね、はい、多かったらいいなと思って。そして相棒とともに、ワールドカップ、アジアカップ、次のアジアカップもぜひ、日本人として応援しましょう。ありがとうございます。では水谷さんお願いします。なでしこジャパンの試合は僕もなりも今日いただいたユニフォームを着て見ることになると思います皆様、相棒史上最高密度のミステリーが完成しました。相棒劇場版3、今まさに皆様の前で幕を上げようとしております。このひととき皆様が楽しい時間を過ごせましたら、我々こんなに嬉しいことはありません。相棒ワールドの旅、1時間54分を予定しております。今皆様これが一番新しい相棒です。今日はありがとうございました。ありがとうございました。水谷豊さん、成宮博樹さん、そして澤穂丸さんでした。